デストロンの大幹部吸血マンモスとその恐るべき作戦はヒーローたちの活躍によって水泡に帰した。だがデストロンある限り第2、第3の恐怖の客船が日本を襲うに違いない。頑張れヒーロー、負けるなヒーロー、悪の組織デストロンを倒すのだ。